こんにちは、こんばんは、おはようございます。ラップを聞いてますとヒップホップスラングと言われる、まあヒップホップだけで使われる言葉みたいのがたくさん出てくるんですけども、そんなヒップホップ専門用語、だいたいこの辺まで知っておけばラップ楽しめますぜっていうところ、まあ初心者から中級者の方ぐらいまでですかね。よく出てくる単語をちょっとおさらいしていきますので、昔ねこれ小出しでこういう動画シリーズものでやってたんですけど、あんま面白くないんで全部消しちゃったんですけど、今回一挙公開しますので、ご興味のある方は見てってくださいね。はい、じゃあ早速いきましょうか。もう簡単な単語から中級編まで一気にパパパッといきますので、いきますよ。まずは超初級者編から。ディスる、ディスるは皆さん大丈夫ですね。リリック、リリックは歌詞です。ライム、ライムは韻ですね。AKA、 これはオルソーノーアズの略で、またの名をとか別名みたいな意味ですね。カンさん、カン AK ガミさんが有名ですが、カン、またの名をガミみたいな意味になります。フック、フックは曲のサビのことですね。普通にサビっていう言い方をすることもあります。逆にサビじゃない A メロ B メロ部分はバースという言い方をしますね。1バース目、2バース目みたいな言い方をしたりとか、あと MC バトルとかで相手のターン、自分のターンとかを表すときに相手のバース、自分のバースみたいな感じで言うこともあります。フロー、これはラップの歌い方のことですね。早口で歌う人だったり、メロディアスに歌う感じのラップする人もいますし、こういった人によって違うラップの歌唱法のことをフローって言いますね。なんでまあ、あのラッパーのフローは聞き取りやすくて俺好きなんだよねとか、そういった使い方をします。レペゼン、レペゼンは代表するとか背負うって意味ですね。レペゼン東京、レペゼン日本人とか、そんな感じで使ったりします。はい、ワック、フェイク、これはディスですね。ダセーとか偽物とか、まがいものみたいな意味がありますね。完全にヒップホップ界では悪口の定番ですが、対義語の褒め言葉としてはリアルという言葉がよく使われます。フット、フットは地元みたいな感じですね。地元だけじゃなくても俺たちの縄張り、俺らの島みたいな、そんな感じのニュアンスで使われますね。ヘッツ、ヘッツはヒップホップファンのこと言うんですが、最近だと何々オタクみたいな感じで、なんとかヘッツ、バトルヘッツとか、なんだろう、乗り気をヘッツみたいな感じで、そんな感じで使うこともありますよね。ビーフ、まあこれもよく使いますね。喧嘩とか揉め事みたいな意味で、別にこれラッパーが曲とか出してなくても、今ちょっと嫁とビーフ中でさとか、そんな感じで言ったりする人もいます。お次はバイブス、バイブスはですね、空気とかノリみたいな感じですかね。例えば初対面でも気が合った時に、あの人とはバイブスがあって話が弾んだよとか、逆に満員電車で誰か喧嘩始めて、めちゃめちゃ車内のバイブスが悪いとか、そんな感じで使ったりします。マイメン、マイメンは仲間とか友達って意味ですね。結構ヒップホップはね、仲間を呼ぶスラングめちゃくちゃ多くて、マイドックスとか、マイブラザー、略してマイブローとか、ホーミーとか、ポッセとか多分ね他にもあるんですけど、すんごいいっぱいありますね。まあでもこれね、覚えて、めちゃくちゃ出てくるんで覚えててくださいね。ディグル、ディグルは調べるとか探すみたいな意味ですね。もともとはレコードを探している様のことを言ってたんですが、今では調べる、まあググルにちょっと近いかもしれないですね。探求するとググルがちょっと合わさった感じの、まあ調べるみたいな感じの意味ですね。はい。でパンチライン、そうパンチラインはね、結構ヒップホップ初心者に聞かれたりするけど、パンチラインって説明意外と難しくないですか、口で説明するの。まあ聞きどころと言いますか、まあこれには耳に残る象徴的なフレーズって書きましたけど、それ以外の言い方が思いつかないんだよな。まあそういう意味では耳に残る象徴的なフレーズって人によって違うから、まあパンチラインは人によって違うとも言えますが、ええ、ブリンブリン、これはきらびやかなアクセサリーですね。ゴールドチェーンとかダイヤとか、そういうものをつけている様だったり、それそのものを指す時もあります。お次はワッサー、これはまあワッツアップっていう黒人スラングで、やーみたいな挨拶みたいなもんなんですけども、日本のアーティストでもライブで盛り上げるときに最初にワッサーなんとかなんとかみたいな感じで使ったりしますね。はい。お次はバビロン、これ最近動画にしましたけども、国家権力だったり、まあヒップホップですと警察のことを言うことが多いですかね。多少蔑む、揶揄するニュアンスが含まれてます。ヘイター、ヘイターはアンチとほとんど同じ意味ですかね。陰口を言ったりとか、批判ばっかりしてる人のことを言ったりします。お次はビアッチ、これは普通にまあアバズレ女みたいな感じで、普通の意味で使う時もあるんですが、連れて歩いてる女みたいな感じで使うこともありますし、あとオカマ野郎みたいな感じで男に悪口の意味で使う時もありますね。いる、いるは本来であればあまり良くない意味というか、病んでいるとか病的なとか、そんな意味なんですけども、ヒップホップでは病的かっこいいみたいな感じでいい意味で使われることが多いです。ブッダブランドのニップスさんがよく使う言葉でも有名ですね。セルアウト、セルアウトは最近全然使われなくなりましたよね。昔めっちゃ使われたスラングなんですけどね。意味は売れ線だったり、まあ魂を売った商業ラッパーみたいな意味があるんで、あまりいい意味では使われないというか、全然いい意味で使われないです。基本的には悪口ですね。
何々 in the house、まあ、これは別に意味は特にないんですけど、まあ、名前の後に何だろう R 指定 in the house とか言うと R 指定のお出ましだみたいな感じになります。ハウスじゃなくてビルディングにパワーアップしてる時があるんですけども、意味は同じです。ドープはかっこいいって意味なんですけども、難しいな。ニュアンスとしてはちょっと黒い悪い意味が含まれてるかな。最近で言うとジンドックさんとかリアルティさんとかドグマさんとか、あんな感じがドープって感じですかね。あとドラッグそのものを指すこともあります。シット、これはクソみたいな普通の意味でも使われることあるんですけど、ヒップホップだと曲、例えば新曲のことをニューシットって言ったりとか、かっこいい曲をリアルシットって言ったりとかしますね。プロプス、これはこのチャンネルでも自分よく口にしますけど、評価とか指示っていう意味ですね。高いプロプスを得るとか、そんな感じで使ったりします。ゲットーはスラム街だったり治安の悪い地域のことを言いますね。ゲットー育ちとか言いますけども、本来の意味はもともと戦時中のナチスのユダヤ人強制収容施設を指していたんですが、ヒップホップではこの意味で使われることが多いですね。ウィード、草のことですね。もうアンダーグラウンドヒップホップになると、もうウィードの隠語はもういろんな言葉で表されてたくさん出てきますので、この辺の単語は覚えておくとあれかもしれないですね。ヒップホップでスモークって言ったら大体タバコのことではないですので、はい。ウェッサイはウェストサイドの略で、西海岸ヒップホップのことを言いますね。日本だと DS4W5 っていうクルーが有名なんですが、こちらの紹介動画でウェッサイについても少し詳しく解説してますので、ご興味のある方はご覧ください。リリシストは芸術的な歌詞を書く人のことを言います。同じ意味でリリカルという言葉もあるんですが、その中でも最上級の褒め言葉として、リリカルの後にマーダー、殺人者ですよね。リリカルマダラーっていう言葉で、人を死に至らしめるほどのリリックを書くラッパーっていう意味の言葉もあります。チルはくつろぐとかリラックスするって意味ですけど、ヒップホップだとまあ大体スモークウィードの意味で使われますかね。サックは悪口ですね。ワックとかフェイクと同じですけども、サッカー MC みたいな感じで、最悪だとかダセーとか、そんな感じで使います。お次はボムルはね、ステッカーやグラフィティって言って、街に入ったら落書きありますよね。あれを公共の場に無断で残すことをボムルって言います。これね、ポイントはね、公共の場に無断でっていうことなんですよね。許可された場所とかにグラフィティアートを書くことはボムルとは言わなくて、勝手に街の壁とかに落書きとかステッカーを貼ることをボムルと言います。まあ犯罪なんでやっちゃいけないんですけども、ストリートカルチャーなんで一応そういうところがあったりするんですね。はい。セルフボースト、これは自己賛美とか自画自賛って、まあ結構ラッパーはね、俺のラップが最強とか普通に言うじゃないですか。これはヒップホップの一つのまあ特性というか、とりあえず自分のこと褒めるみたいな、まあ人にもよるんですけども、このフレックスという言葉、自慢するとか見せびらかすっていう、これもヒップホップのカルチャーの一個で、まあセルフボーストとかフレックスっていう、こう俺はすげえだろうどうだっていうのが、こうラッパーのまあ特性としてありますので、この辺もヒップホップを聞くのであれば覚えておいてほしい必須スラングですね。ハスラーは、まあ、ストリート家業というか、非合法な家業で生活をしている人というか、ハスリングとか言ったりしますけども、悪いラッパーは大体使う単語ですね、これはね。はい。お次は、ユノンセンですね。よく映画とかでね、ナッセン、なんとかなんとかなんとかナッセンとか言ってますけど、これは You know what I'm saying のスラング発音で、まあ、何々だろ、そうだよな、とか、そんな感じですかね。口語ですよね。それと同じような感じで、なみーっていうのもあるんですけども、これも You know what I mean で、まあ、俺の言ってる意味わかるみたいな感じで、なんとかなんとかなみー、なんとかなんとかなみーで、まあ、だろみたいな感じで、まあ、これも口語で使われますね。なせーんとかなみーはね、もう洋楽とかでもめっちゃめちゃ出てくるので、これは覚えておいて損はないと思いますね。はい。ノートリアス、最近ね、ノトリアス、まあビギーの時にノートリアス派かノトリアス派かで、まあカタカナなんで別にどっちでもいいと思うんですけど、まあそうですね、ノートリアス、これ悪名高いとか札付きのもあるって意味ですね。ラッパーの名前でね、大体ノートリアスなんとかとかね、なんとかサグとかギャングスタなんとかとか、なんとか G と書いてたら大体悪い人って覚えとけば OK です。ボーラーは成功者とか成り上がった人のことを言うんですが、よくハスラーと混同される方いらっしゃるんですけども、まあハスラーは悪いことをして稼ぐ人、ボーラーは成功者って感じなんですが、まあでもちょっとね、ボーラーボーリングも成功する様のことをボーリングとかも言うんですけども、なんかちょっとね、悪いことをして稼ぐニュアンスが入ってる感じがしなくもないんですけど、まあただね、語源はアメフト選手だったりバスケットボール選手になることを指していますので、アメリカンフットボーラー、バスケットボーラーのボーラーから来てる言葉ですね。はい。お次はスワック、スワックも結構ニュアンスが難しいんですけど、まあ、かっこよさ、その人にしかないかっこよさみたいな感じを表すときにスワックって使いますね。英語圏ですと、君の洋服スワックだねみたいな感じで、イケてるみたいな、クールみたいな感じで使うみたいですけど、日本語だとあんまり言わないですよね、そういう言い方はね。アクロさんの歌詞で俺なりのスワックみたいな歌詞ありますけど、まあ自分みたいな、自分が持ってる個性みたいな感じで使われることが多いですね。はい。
ハイプ。ハイプは古代表現とかまやかしって意味ですね。まあちょっと持ってるみたいな感じですけども。インターネット広告はだいたいハイプですよね。はい。もともとはね、Don't Believe the Hype っていうパブリックエレミっていうアメリカのアーティストがいるんですけども、政府や権力者の言ってることを信用するなっていうね、ヒップホップのメッセージが込められている、有名な言葉ありますが、今でも用法問わず多くサンプリングされている言葉でもありますよね。フライ。フライはですね、ウィードとかドラッグで飛んでいる時にフライって使うことが多いんですが、ただ単純に曲でぶち上げるみたいな感じで、この曲でフライみたいな感じで使うこともあります。ヤノマスティーロ、これもよくね、決め台詞で言われますよね。意味は Do you know my style のスラング表現で、直訳すると俺のスタイルわかるか、だからまあ、これが俺だみたいな、そんな感じですよね。ヤノマスティーロじゃなくてヤノマスティーズっていう言葉で同じ意味で使われることもありますね。ポーポー。ポーポーは警察を指すんですが、バビロンと違ってバビロン国家権力全部を指すのに対してポーポーは警察だけを指しますね。若干殺ポリコーみたいな卑下するちょっと悪口ニュアンスっていうのがあります。ポーだけで使うこともあったりしますね。ピンプ。ピンプは元々の意味はポン引きみたいな意味なんですけども、ヒップホップですとプレイボーイだったり、モテモテで金持ってる男みたいな褒め言葉になりますね。日本ですと TS さんみたいな、ああいうもう俺は女とやりまくって金もめっちゃ持ってるぜみたいな感じのピンプって言います。お次はスニッチ。スニッチはチクるとか密告するという意味ですね。小学校の時とかによくうぜえスニッチ女子いましたよね。帰りのホームルームとかでさ、先生、何々くんが何々ちゃんのこといじめてましたみたいな密告してくるやつよくいましたよね。あれうざかったよな。ポッセカット。この言葉はね、他の動画で俺ポッカセットポッカセットってずっと言いまくって、結構コメント欄でだいぶ失笑を買ったんですけども、序盤の方でポッセって仲間を意味する言葉で、ポッセっていう言葉をご紹介させていただきましたが、そのクルーだったりレーベル内の仲間同士で歌う大人数楽曲のことをポッセカットと言います。有名なとこですとランプアイの証言でしたり、ファンキーグラマー全員で歌ってる曲でしたり、だいたいこういう曲ってのは豪華メンバーが、めったに集まらない豪華メンバーが一堂に会する曲が多いので、ポッセカット曲っていうのは名曲と言われることが多いです。ってことで、まあこのぐらいまで分かっておけば、ちょっと抜けとかあるかもしれないんですけども、だいたいこのぐらいまで覚えておけばラップ楽しめると思いますので、もちろん自称ヘッズの方はね、全部分かったと思いますけども。はい、スラング、スラングはもう日々更新されているというか、昔使われてた言葉が死語になったりして、もうちょっとおじさんはついていくのに必死なんですけども、だいぶキャパイですね。だいぶキャパくてチョベリバで揚げぽよですね。というわけで、いい暇つぶしになったという方はチャンネル登録高評価していただきましたら嬉しいです。このチャンネルメインではかっこいいラッパーをどんどん紹介させていただいてますので、ご興味のある方はよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。